確かどうに。しよう、なんか日本語で遊ぼうしたいけど、なんかあるかな？マジカルバナナ。知ってますか？マジカルバナナ。マジカのバナナ。バナナ知と言っらなたら。いって、それ。ヌルさん知ってるんだ。マジカルバナナを教えます、今日は。はい。マジカルバナマナ、ジカ美味ルしそバう。ナナっていうのは、とても素敵なバナナです。ほとても美味しいので、う。皆さんバナナを食べましょのん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 。う。バナナイズグッド。食べました。いや、ごちそうさまでした。マジカルバナナなんて説明したらいいんだろう。なんかリズムでやるゲームなんだけど、マジカルバナナ、バナナと言ったらって言って、そのバナナの特徴、黄色とかフルーツとか、もう2個しか出てこなかったけど、僕の頭の中じゃ。なんだろう。まあ、長い。そう、長いとか、柔なんらだかろう、い。柔らかいとか、そう。バナナのなんかを言って、で、そしたら次の人が、じゃあ、黄色とイエローって言ったとしたら、じゃあ、イエローって言ったら、レモンみたいな、そういう、こう、つなげていくの、特徴を。そういうことか。そう。わかりました。で、やっていく、そのマジカルバナナっていうリズムで、わかりました。そう、イメージをこう、ね。わかった。わかりました。面白い。順番どうします？あ、じゃあ、バロラントも並び違うよね。じゃあ、先輩から？あ、僕からでいいんですか？一番一番先輩最初かの人が一番簡単だよ、ちなみに。僕ら。最初でもいいけど、すごい難しい日本語使うかもしれない。2回やな。糖分とか言い出すかもしれない。糖何分？それ？糖分はね、シュガーのこと。シュガー。そう。糖分、糖分、甘い。そう。急に、そういう高度経済成長とか、急に日本人でも分かんないようなこと言うかもしれない。から、やめて。最後の方がいいかもしれない。そうだね。じゃあ誰始まる？でも、なんか、リズムわからないから、ああ、そっか。見たいなーって思います。じゃあ、ゆっくり。僕、ヌールさん、スハくん、ハナさん、星見さん、僕。OK です。いきますよ。OK。マジカルバ、恥ずかしいな、これ最初一人で言うの。ちょっと恥ずかしいな。いくよ。マジカルバナナ。バナナと言ったら黄色。黄色と言ったらレーモン。レーモンと言私ったら。レモンと言ったら、しょっぱい。あ、そう。しょっぱいと言ったら、塩？あ、違う。そう。合ってる、OK。塩と言ったら、白い？ああ、白いと言ったら、たら？インターナショナルコラボレーション。イェーイ！イェーイ！イェーイ！楽しいですイェーイ！ね。そう、これがね、マジカルバナナっていう、遊び。めったにやらないけど、たまにやると思う。